ってはいますね。水は引いてますね。洗浄したので。次の床の高さってここなんですか。ああ、そうなんですか。ここまで上がってたんだよね。それを下げたってことで、掘り下げて、掘り下げたの。あの調査の時に。なるほど。ここまで上がってた。まあ床が上がってきて成長してということなんでしょうか。まあ島尻で映画も結構崩れるんですけど、琉球石灰岩の方が大きい単位で崩れますね。あ、ひびがない。あの上のひびを写してほしい。今現在あの天井にひびが入ってますね、横に。横にひびが入ってる。これ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 。焼いたところの間で崩落防止、はい、これやらないと、まあ、ちょっと落ちて感じてくる。そうですね。これが奥に行ったらもう横もかしこもですよ。はい、もう全面に入ってる。奥でまた取られたらいいかと、はい、ですね。定義も難しいとかあるでしょう。ね、よく見るやつですね。よく見るやつ。女性の部屋ですかね。女性の部屋。そうですね。まあ、地図で見るとこの辺の一帯はそういう記載になってるんですけど、ここの左側は女性の部屋。そうそう、台所の台所の手前が女性の部屋。この辺りの。なんかそうですね。僕も見たことありますけど。うん、これはね。確かに焦げた木がありますね。これがね、割と分かりやすい鶴橋の跡ですね。